今一番私が注目しているのは、ドワンフ3にひょっとしたら搭載されるかもしれないというね、コシューティングという機能です。こんにちは、スミヤです。今日はスマート望遠鏡の未来についてです。今までもね、スマート望遠鏡の未来について語ってきましたが、今実現しているスマート望遠鏡でしかできないことを、 まとめてそして将来はどうなるのかということをお話ししたいと思います今ねいろんな天体機材があるんですけれどもスマート望遠鏡でしかできない機能がいくつかありますそれはね何と言ってもモザイク機能シースターで言えばフレーミング機能ですね今までのね望遠鏡もエーサイエアミニなんかを使ってね撮った画像を 後でくっつけるということはできるんですけれどもデータ量が多いのでなかなかねこのミニパソコンみたいなものでは処理しきれなかったんでしょうね。自動で合成しててくれれるる機能は省かれていいんだと思いますですからセンサーが小さい画像サイズが小さいというのはむしろねモザイク撮影とかフレーミング機能を使ったね画像の 自動合成機能を作る上ではね、処理にそれほど負担がかからないという意味で今実現しているんだと思います。もちろんね、将来的には ASI Air Mini がさらにね高性能になって ASI Air Super みたいなのが出てくればね、こういう2600万画素のデータでもね処理できなくはないかもしれませんが。 小さいデータならば今はモザイク機能フレーミング機能を自動でね処理してくれるっていう機能が使いやすいんじゃないかなと思います。今一番私が注目しているのはドワーフ3にひょっとしたら搭載されるかもしれないというねコシューティングという機能です。要するにドワーフ3である人が撮った画像と他のドワーフ3で撮った画像を くっつけるという機能ですね。これができればね小さいセンサーサイズの望遠鏡を何台も揃えてねそれを全部自動で合体してくれるとすごいことになりますよね。まあ2台持ってるだけでもね一気に画像が2倍の面積になるわけですし4台持ってればね800万画素がいわゆるモザイク機能フレーミング機能などを使わなくてもね 3200万画素の画像が生成できるとそれを自動でやってくれるっていう時代がねそのうちやってくるでしょうドワンフーリーは一応ねそこを目標に今アプリケーションソフトの開発が進んでいるんではないかなと思いますモザイク機能ができるのであればコシューティングも可能になるんではないかなという感じがしていますシスターにもねそういうコシューティングのようなね 機能が入ってくればねフレーミング機能を使うとねものすごく時間がかかっていたものを2台3台4台とそういうデータをね1箇所に集める機能が入ってくれば一気にスピードアップしますよねまあ、こういうね機能が将来的にはね多分スマート望遠鏡に最初に入ってくるんではないかなという風に考えていますもちろんねスマート望遠鏡のすごいところは オーートフォーカスをこういう普通の望遠鏡にオートフォーカスを導入しようとすれば EAF とかねそういう外部の装置をつけなければできなかったことが内部だけでもうできてしまうということですからねこれはスマート望遠鏡のコンパクトにできる一番の大きな理由ではないかなと。 いいうふうふに考えていますそしてもちろんねこういう CMOS カメラも内蔵されているしそして CMOS カメラにつけるね郊外カットフィルターも内蔵されているし郊外カットフィルターを切り替える装置もね内蔵しているわけですからだからあらゆるものが事実上スマート望遠鏡に全部入っているということです。もちろん光景の差があるので単体でのね解像度っていうことを考えると もちろん大きな光景のね望遠鏡の方が有利なんですけれどもしかし先ほど言ったようにモザイク機能やフレーミング機能さらにはコシューティングというね複数の望遠鏡のデータを1か所に集めて高解像度化するあるいは広い範囲を取るという機能が入ってくればもはやね普通の天体望遠鏡を超えるようなねそういう画質を得られる時代がそうなます。 遠くくない時期にやってくるのではなないいいかなという,ふうに考えています。それからもちろんね画像処理も明るさを変えたりコントラストを変えたり彩度を変えたりっていうことができるわけですし最近のスマートフォンで入ってるような消しゴムマジックとかねそういうものを使えることになれば飛行機が通ったとか人工衛星が通ったとかね そういうのを自動で消してくれる機能が将来的にはね多分スマート望遠鏡に入ってあとで,でねそういういらないものを消すっていうそういう手間が全く必要なくなる時代が来るんではないかなというふうに思っています。ですでにねこのドブソニアン望遠鏡で使っているシャープキャップ4.1にはねそういう 余計なものが入ったものを自動で消してくれる機能がすでに入ってるわけですからそれがスマート望遠鏡に入ってこないわけがないというふうに私は考えていますまあ、ですからね天体観測の最先端の技術がスマート望遠鏡の中に全部一番早く入ってくるのではないかなと今まではねいろんなパーツを組み合わせて無理やりオートフォーカスできるようにする あるいは光害カットフィルターを後でつける。さらには画角を電動で変えてみる。そんな機能がね必要だったんですけれども、もはやそういう機能がね必要なくなる時代がやってきているんじゃないかなというふうに思います。赤道儀に乗せるとですね、極軸合わせしなきゃいけないとか、非常に大きな手間がかかるし、そもそも極軸合わせそのものが、 必要なくなななくるののがスマートト望遠鏡のメリットではいいかなという,ふうに思います誰でも簡単に天体観測を楽しむにはそういう複雑な、ね、気候ではなくて単純に水平に置けばいいだけ多少水平がずれていても大丈夫というふうなスマート望遠鏡のメリットはねものすごく初心者に優しいしそして画像処理の技術とか そういういアプリケーションを持ってない人にスマート望遠鏡のアプリケーションで自動でね画像処理までやってくれる機能が入れば今までねかなり専門的な知識や技術がなければねできなかったような画像処理を全部スマート望遠鏡をお任せでいいと。だって今のスマートフォンは全部自動でやってくれるじゃないですか。そういううい時代がねもうすぐやってくるし もう一部やってきてきいるわけですねそれがいつになるかは分かりませんが次々と新しいスマート望遠鏡が出てきているのでそうういこういうドブソニアン型のねスマート望遠鏡が出てきて木星とか土星とかねそういうのをウェーブレットシャープネスという技術でね高解像度化してくれる。 それも自動で行ってくれるそういう機能がね多分入ってくるでしょう今でもねシャープキャップ4.1で太陽付き惑星ライブスタッキングの機能を使えばね高解像度ができるような機能がもうアプリケーションによっては搭載されているわけですからそれがスマート望遠鏡のアプリケーションに移植されればねそういうことが全部実現してしまうという時代に入ったんじゃないかなというふうに思います。はい そういう技術はスマートフォンで全部入ってるわけですからそういうスマートフォンの技術をスマート望遠鏡に移植すればね不可能ではないんじゃないかなというふうに感じているところです家電量販店でもねスマート望遠鏡が買える時代にもう突入しようとしているわけですから皆さんどんなスマート望遠鏡が欲しいですかね私ならやはりねコシューティングっていうことで いろんな人と共同で撮影した天体を一箇所にデータを集めてねそして広い範囲の天体を見ることができるオリオン座をね、すごい高解像度で何十台ものシースターとかドワーフーを集めてね合成するという風なことになればね天体観測の革命になるんじゃないかなと思います都会の明るいところでね 一等等星星とか二等星ぐらいしか見えないしかしこういうスマート望遠鏡を何台も集めてね一斉に撮影してそれぞれ分担してね撮ってそれを一度にね合成するような機能が入ってくればね目の前に見えてるオリオン座の中の星が全部ねスマート望遠鏡何台かのデータを合成すればね見えてくる。都会で天体観測を楽しむ 一番のね大きなメリットがそこに来るかもしれませんね今まではね空の暗いところに行かなければ残念ながらね天の川も見えないしオリオン座の暗い星も見えないしそういう時代だったわけですがそういうものがねスマート望遠鏡を複数台用意して全部分担して撮影してそれを合体するという機能が入ってくれば東京のど真ん中の明るい空でもね それがせて、いわゆる郊外カットフィルターで街明かりをね抑えて撮影できるということになれば簡単にねいろんな星座が楽しめるとプラネタリウムと違ってですねバーチャルではなくてリアルの星空を自分が使っている望遠鏡友達が使っている望遠鏡のデータを合体して見る時代がやってくるんではないかなと いう感じがしていますここまで行くとですね天体観測の概念がもう変わってきますよねモザイク機能フレーミング機能っていうのはコシューティングにつながっていく機能ですし2台以上のねスマート望遠鏡の画像を合成する機能というものがそう遠くない時期にやってくるでしょうからそうなればね天体観測の概念が変わります。 暗い空のところに行かなくても街中でも東京都心でもね天体観測が楽しめる時代がデジタルの技術を使ってねできるようになるんじゃないかなというふうに思いますもちろんねプラネタリウムも楽しいですがあくまでもリアルの空ではないしそして今この瞬間に見えている景色とは違うわけですよねもちろんバーチャルで それに近いことは実現できるかもしれませんがしかし今あそこに見えている月と木星と土星の関係を全部そしてそこに彗星が出てきたりとかいろんなね天体があるいは流れ星が出てくるとかねそういうことになればそういうのを全部ね一度に捉えてくれるとまあ流星群なんかもね多分そういうコシューティングでねあ ここの望遠鏡には流れ星が飛んできたということで、広い範囲を取らないと、なかなかね。流星群って楽しめなかったんですが、こういう。コシューティング。一緒に映るっていう機能があるじゃないですか。ピクセルラインにもね。一緒に映る機能。いうのが、まさにコシューティングでしょ。スマート望遠鏡のコシューティング。ていうのは一緒に映るです。一緒に映した。二枚の画像をね、重ねて。 映ってなかった人を隣に入れて合成するわけでしょ。そういうことができる時代ですよね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。エイ、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 エイ。